みなさん、せーの、ドボン、ありがとう、イエーイ。ドボン、ありがとうございました。ちょっとメイク直そう。はい、ドボンありがとうございました。1ヶ月頑張りました。だってそれな、皆さん本当に1ヶ月頑張ってくださりありがとうございました。本当にもうね、私はもう2時に終わったらもうね、みんなからのコメント読んでて寝た。もうね、15分とか20分ぐらいに、2時20分ぐらいにはもう寝て、起きたらね5時50分とかだった。そう、お、ひとくまさとるさんが熊尾タワー建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。ひとくまさとるさん、ありがくまタワー、イエーイ、ありがとうございます。そう、イエーイ。そうで、起きたらもうなんか LINE が来てて、マネージャーさんから1位だみたいな。おおって、やったーって思って、なんてツイートしようかなって思って、いや本当に良かったです。職場で喜びを必死にこらえました。だって、そう、私は今日はね、あの収録ロケがあったんですけど、もうロケの直前までずっとドボンして、帰ってきてすぐドボンって、そうロケの最中は本当にどうなることやらって、これでね、もうめっちゃ順位とか下がったらどうしようと思ったけど、そう2位だったから、もうその後必死に、そう汗汗。そう、稽古とかレッスンはね今お休みなんです。帰ってきた時エリちゃんが勇者に見えた。いやもう本当に行くぞって感じで、だからもう本当に最後は本当やばすぎたら GBT ウォッチ買うと思ってたんですよ。自分もみんなもさ、絶対最後追い込みでなんかもう課金してくれるってしてくれてるんだろうなって伸び方だったから、そうなんかどうしよう私もって思ったけど、そうでもなんかみんなが頑張ってくれたから、私はそう時間合わせに集中課金した。だって、いや本当に皆さん本当にありがとうございます。そのね、皆さんの努力をもうブンってして、はい、ランウェイこうやって歩いてきます、とことこと、うん、初めてあんなにゲームした。だってね、私も本当になんか今も頭めっちゃぼーっとしてる。なんか朝早起きしてゲーム、なんか一昨日とかずっとお昼まで6時から12時くらいまでずっとドボンしてたり、そうこの1ヶ月本当に大変で、休みがそう1日あったぐらいで、あとはもう全部レッスンとか稽古とかだったから、もうそれ以外の時間もダワンダワンダワン、
やらせていただきました。でもそんなね、でもそうマッチングポイント、そう今期でもね、もうやると決めたからにはそういっぱいやんなきゃって思って、そう稽古中も自分の稽古じゃない時はドボンして、そうで電車の中もドボンして、でも通信制限になっちゃったから7ギガぐらい買って、そう最初3ギガ買ってまたすぐ通信制限になって、でまた3ギガ買ってでまた通信制限になって1ギガ買って、あもうそろそろなくなるで1ギガ買ってってやってました。そうそう、そっちに課金した。うん、私は20ギガね。私もね、なんか幻聴がね聞こえるんですよ。なんかドボンできるよとか、なんかすごい、なんかたまに聞こえるんです自分の声が。なんかドロー3出すみたいな、なんかトゥ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 ンテンテテテンとかすごいなんか流れてきて頭の中に、なんかどうするみたいな、すごいなんかね、すごい流れてくる。なんか歯磨きとかしながらなんか聞こえるんです。なんかそうやべえ俺もだって。そうだから、そう早く幻聴が聞こえなくなるようになればいいなって思います。俺は音を消してやってたから大丈夫でしたって。なんかさ、メイクとかさ、なんか髪の毛ヘアアイロンとかしながらとかやってるとさ、なんか集中してんじゃんメイクとかに。だからさ、なんか音ありじゃないとさ自分の番に気づけないから音ありとかにしてたけど、もうその音が染みついた。起きた時ドボンしなきゃってならなかったってなった。だってさ、なんか3時とか4時とかにさ起きちゃうわけよ。なんか暑いのもあるし、なんかどうなったんだろうっていうのもあるからめっちゃ起きちゃう。なんか全然寝れなかった。今日もだってさ5時59分に目覚ましセットしてたけど4時半ぐらいに起きちゃった。そうで4時半ぐらいに起きてやばいって思って、でも今もドボンしてる人いると思ってツイートとかした。そうほぼオールでした。ねえみんなね、私が寝てる間できない間もめっちゃドボンやってくれたから本当に。そうポイント見たらわかるじゃないですか、どんぐらいやったかとか、えみたいな。そうだから本当にありがとうございます。明日からはゆっくり休めるとき休んでね。そうもう今日休んだ、もうもはや。でも今日もぐっすり寝ます。もう今日もはやだってね、もうめっちゃ寝たもん。昼寝ですか、2、3時間ぐらい寝たかな。うんドボンが終わって、でも本当にそうでも本当に1位になれてね、もう本当に良かった。
もう本当皆さんありがとうございます。もう応援してくれたねメンバーも、あやみんも今日6時台にやってたらマッチングして、私でもあやみんはね結構初期から私のカード使ってやってくれてるって言ってたんですよ。そうで、お代理さんのカードでやりますって言ってくれて、そうで今日も朝早くから一緒にマッチングしたし、そうりんちゃんとかもねめっちゃ呼びかけてくれたし、そう本当にありがたい。タワー来たよ。おみやちゃん、みやちゃんがお城を建ててくれました。イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。みやちゃんありがとうじゃなくてありがキャッスル、ありがキャッスル、イエーイ、ありがキャッスル。そう、そしてねかなぶんとかもね、なんか小田さんトレンドに入ってますって LINE してきてくれて、でも私のねツイッターでは別にトレンド入ってなかったんですけど、友達も送ってきてくれて、そう本当かなみたいな、最初合成って思って、合成って聞いたら違いますみたいな感じで返信来た。俺のトレンドにも入ってた、だってね、うれぴー。100位まで読んでだって、確かにそうだよね。やばい、今この携帯というかこの端末開いたら JST がバッて、もう開いた瞬間 JST だった。トゥ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 ントゥントゥルルン、トゥルルルントゥントゥルルン、トゥルルルントゥントゥルルン、トゥルントゥン。そうJST、 秒数に敏感になる。え、でも私も、お、じゃあ読みよ。読んじゃっていいのかな。どっちどっちだ。あ、これか。でででんでんでららん、チュルルルンチュンチュルルン。あ、これ ODA 最終的に3位、すごい、みんなマジでありがとうございます。じゃあ読むなら過去のイベントからだよ。ありました、過去のイベントっていうか今回のやつ。じゃあいきます。100位、エクスプロイダーさん。待って、どうやって読めばいいの。こういう感じでいいのかな。100位、エクスプロイダーさん。99位、小田えり直しさん。98位、エリナション、エリナションさん、エリナション、エリナチオン、エリナションさん。97位、ターちゃんさん。エリネーション、エリネーションさん。96位、トシさん。95位、ゆきまこさん。94位、モンタロウさん。93位、ノリエリオーさん。92位、シークレットエリナさん。91位、ムーさん。90位、NC マックスさん。89位、ショウちゃんあと7レンジャーさん。
88位、アンバさん。87位チョリースさん。86位オダーティさん。待って、その方とめっちゃ会ったわって来てる。確かにみんなね、この人会ったって人めっちゃ出てくると思う。ここ85位パイノミさん。あ、やった、15分、イエーイ、ワイワイワイ。遅延さんいたりしてやって、遅延さん私のカードでやってないから。次は84位、あ、これ全部見えない、 TSU チームエイトにハさん。83位、小田佐穂真奈美月さん。82位、セイントソイヤさん。81位、しげさん。80位、マコシャインさん。79位、レインボーさん。78位、タッキーアットコミの犬スリーさん。77位、しましまさん。76位、ボンビーさん。75位、ゆりかさん。74位、タッキーアットコミの犬ツーさん。73位、あなたの番ですかさん。72位、かおりさん。71位、まさゆきさん。70位、おだーんさん。69位、かずきさん。68位、ブルーグラシーズさん。67位、ベーグルさん。66位、 ZX さん。65位はカツオスリーちゃんかな、カツオスリーちゃん、カツオさんちゃん。64位、マーアットオダフェチ、マーアットオダフェチ。63位、スパーダアットオダシ。62位プロスペクト。61位、ジャジャマル。60位、ミンミン。58位、セイカ。57位、サトケン。55位、オダエリンピック金。あれ、56位、ニシアン。59位、抜かした、オッケー。59位、シオン。59位、シオンさん。で、56位、ニシアン。55位、オデアオリンピック。54位、ネコチャンバラ。53位、ファデル。ファデル。52位、マシちゃん。51位、トゲマルさん。50位、クマティ。49位、サトノリ。48位、ヒトクマ。57位、コルチェ。46位、ハヤミチ。45位、ドーミアかな、道具かっこ猫、ドーミアかっこ猫。44位、ミユ。43位、コノ。42位、ロッピー。41位、ガンバ。40位、ドヤリンチョ。39位、タカノリ。38位、クルリン。37位、ホワホワ。36位、ハードな岩。35位、タニタニ。
34位火の塔、33位秋門、32位西野圭吾、31位鳥居です、あとおだし、30位沼、29位カッシー、28位アーサー、27位トモ、26位監督、25位水木、24位あいうえおか、23位自慢の推し小田えりな、22まああっとおだし、21位時空、20位待った、19位バスター、18位なおなお、17位アミュレット、16位中堅、15位誠、14位社長アット生声48、13位ごめん先生アット頑張って、12位ジャンアット群マニア、11位クラノオダエリナルミ、10位テイ、9位トッサンアットおだし、8位ミラクル、7位ミヤちゃん、6位ナカ、5位アンドローラちょっと失敗した、アンドローラ、アンドローラ、4位ユキ、そして第3位はドゥルル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 ルありがとうございます。では第2位はドゥルル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 ン、ハギハギ、ありがとうございます。そして第1位はドゥドゥン、カンタカンカン、ありがとうございます。皆さんほんまにほんまにありがとうございました。はい、これでね100位以内の方ももちろんありがたいんですけれども、100位以内にね入ってないよ、でもやったよって方も本当に感謝してます。本当にありがとうございます。ありがとうございます皆さん、本当に。名前呼んでもらえるなんて嬉しかった、だってみんな頑張った。急な関西弁に困惑しています。お代理弟入ってないやん、だって。え、それな、え、結構やってたよねお代理弟。でもまあね、お代理弟は
101位なんでしょう。本当にありがとうございます。おだいりパラダイスね、なんかさこの期間にねおだいりパラダイスの人もめっちゃ増えた。マジで今まで3人ぐらいしかおだいりパラダイス持ってる人いなかったけど、こうやってランキング見てたらなんかめっちゃおだいりパラダイスやっぱ増えた。でもそれそうやってねみんなが私とマッチング狙っていっぱい遊んでくれたんだなって、ゲームしてくれたんだなって思う。うん、あ、お城建ったって。サンサーラさんがお城を建ててくれました。ありがとうございます。ではみんなでお礼言いましょう。サンサーラさん、アリガキャッスル、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。小田パラの人にめっちゃ遭遇した。だっておお嬉しい。こんなねやっぱおだいりパラダイス嬉しい。こんな増えて小田パラね、めっちゃ増えた。いや嬉しいですね。でもこれからもね皆さんおだいりパラダイスまだ欲しいよって方はね、まだドボンねもう放置せずにこれからもねやっていくので、ぜひ皆さん時間合わせまたするのでよろしくお願いします。また連打かましてください。そうだね、もう連打かまします。うん、早起きはやめてね。だってうん、勝率上げていきましょう。でもね違うの、1時ぐらいに勝率見たら 31% になってたけど、さっき見たら 30% になってた。減ったのまた 1%。 うん、それでも高いだって、イエーイ。エリちゃんメンバー内でも勝率上位なんでしょ。そうそうそう、勝率が3位だっけ、 AKB メンバーで。もぎさん、ひかるん、あたすなんです。そうだからなんかもらえるらしい、なんかご褒美、勝率が高いだけで嬉しい。何もらえんだろう、え、なんだろう、何もらえんだろう。お食事券、やった。1000回以上プレイした人みたい。私1000回はもうほんととっくのとおりプレイしてます。この1ヶ月ででも4000弱ぐらいプレイした。でもみんなの方がもっとしてるよね。で今までのプレイ回数が3000ちょっとだったんですけど、このドボン始まって3000ちょっとで、でこの1ヶ月ででも4000弱対戦した。だから今までのこの1ヶ月で超えた。頑張りました。まあ、そんな頑張ったっていうか、あっという間、いつの間にか。3800ぐらいかな、4000弱じゃない、3800、3000、うん、ぐらいかも、うん。
この期間できついと感じた時なかったですか？ありました。もう本当なんかそうあったけど、そうもう本当に体調が悪い日があって、そうでもそれはねしょうがない体調の悪さなんですけど、そうめっちゃもう本当頭も痛くて体も痛くて、もう本当もう本当こんなもうこんなになりながら、今日絶対早く寝ようって思ったけど、でもそこで寝たら負けるの嫌だからもう絶対10時には寝るって思ってたけど12時までやった。そうその時がねやっぱ頑張らなかったら悔しい結果になるかもしれないって思うと、もうほんとやるしかないって思いました。お、すごいオリンピックスタンプ、マッカーシーやっとおだしさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。これなんだ、マッカーシーアットおだしさん、ありがオリンピック、イエーイ、ありがオリンピック、ありが五輪、あいいね、ありが五輪いいですね、ありが五輪。楽しみ TGC、 何の服着るんだろう、どうしよう、なんか水着とかだったらそれはないか。ランウェイいいね、だってランウェイ、イエーイ、お代理ホームページの仕方、あそう、なんか事務所のなんか宣材写真が変わったらしい、ぜひ見てね、ぜひ見てください。なんか前回はなんか証明写真みたいな感じなんだけど、今回ちょっとおしゃれ系になった。ランウェイって現地に行かないと見に来れないのかし、なんか配信も絶対ある、配信がある、めっちゃお姉さんだった、バチボコかわいい、めっちゃいい写真、服もおしゃれ、服は自分で選んだ、私物、新しい宣材写真かわいすぎてニヤニヤしちゃう、お嬉しい、小賀くんが、パンダのタワー立ててくれました、イエーイ、カナブに謝ってだって、ごめんなさい、ん？はにゃ？ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。小賀くんありがパンダ、イエーイ、バウ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 、ありがパンダ、アリパンですアリパン、
パンダ、パンダの鳴き声知ってますか皆さん。なんかこの前マネージャーさんがなんかパンダの鳴き、なんか私がこの前衣装でなんかパンダの衣装着たんですよ。パンダっぽい衣装、パンダだったかなあれ、え、なんだろう、パンダ、あれ私何の衣装着たんだろう、この前パンダだったよな、あれパンダだったっけ、あ違うコアラかな、あれなんだっけ、まあパンダだとしよう、パンダだとするね、じゃあパンダだったと思う多分、パンダで、パンダで行こう、じゃあパンダの衣装着たんですけど私、マネージャーさんがそうパンダの鳴き声知ってますかって言ってきて、え知らないですって言われて、なんかできますみたいなそうパンダの鳴き声できますって言われて、えみたいな、えやってくださいって言ったら突然パンダの鳴き声やってくれて、なんかそうびっくりしちゃって、なんか別にやってもらってもなんかパンダの鳴き声知らないし、なんかパンダのなんか別にしっくりこないわけ、なんかやられてもこれがパンダなんだみたいな、あみたいな、なんかそう突然そうやってくれて、そうでもめっちゃおもろくて、そうなんかよくわかんないけど面白くて、そうあパンダってこうやって鳴くんですねって、その時めっちゃ面白かったけど今は忘れた、もうどうやって鳴くか、うん、じゃなんか鳴き声の印象よりかはなんかなんでパンダの鳴き声なんか習得してんのっていう驚きがでかすぎて、なんか忘れたそう、あキュッ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 みたいな、あそう多分そうだと思う、キュッ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 みたいな感じだった気がする、そうそうだからぜひ皆さんパンダの鳴き声チェックしてみてください。はーい、だってパンダの鳴き声覚えます、エリちゃんも特技もパンダの鳴き声にしよう、だってだってパンダの鳴き声してもさすごいとかってなんなくない、おーみたいな、そうはもうお風呂入ったら、って入ってない、入ってないよ、入ってないよ、これから入る、へいこれから入る、へいお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 い、タワーだった、え本当だ、カンタとカンカンさんがタワーを建ててくれましたありがとうございます、すごいドボンイベ1位のカンタアットカンカンさん、じゃあみんなでお礼言いましょう、カンタアットカンカンさんありがたわー、イエーイありがとうございます、本当にありがとうございます、
ドボンお疲れ様でしたってドボン、やばい人気者じゃん。いやドボンね、私もね、もうねこの期間でなんかあれも上がった、一押し力、一押し力もめっちゃ上がった。一押し力がそう1400いくつだったけど、ドボンこの1ヶ月で1700になった。そうやった、うん、ね、みんな上がったよねこの期間で。いや本当に皆さんもうほんとゆっくり休んでください。これも寝ながらねショールーム聞いていいので、もう今日は本当に全然寝てください。私もね、寝ます。明日ゆっくり寝れるの？うん。そう多分寝ると思う。皆さんもね体調には気をつけてくださいね。私はもうでも PCR 検査とかもね結構もう週に3回ぐらいやってて、私そう多分一緒の顔どある、今週3回やった。うんPCR 苦手だってなんかね、私もすごいなんか時間かかってたんですけど検査するの、もう得意になった。唾液出すのめっちゃ上手になった。うん、そう私もね注射しましたよ、ワクチン。そうだからワクチンして次の日にそう本当熱がめっちゃ出て、そうでもまあ元気だったんですけどめっちゃ熱が出て、でもまあドボンしなきゃって思ってドボンした。いつの間にだって、そういつの間に、そうだからね、そうひななの生誕にはね行けなかったんですよ。そうめっちゃ腕痛くなったし、腕痛いというかもうめっちゃね体が痛かった。うん、で熱も出て、そうでも本当それはねしょうがないってか、まあ、当たり前ってか感じだから、まあ、しょうがないし、まあ時が経てば治るからあれなんですけど、だから皆さんもぜひやるときはそういう感じなので気をつけてください。若い人の方がなんかね熱とか出るらしい。
そう、熱も出るしめっちゃ体中が痛かった。もう本当に座ってるのも辛いみたいな。だから横になっちゃうな、すぐ。もう座ってんの辛いからもう横になる。この前はドボン対戦ありがとう、だってありがとう、イエーイ。それから体調良かった。そう、1日だけ本当にやばすぎて、次の日が。でも次の次の日はまあ元気、元気になった。2回目結構きついから気をつけてね。もう打ちましたよ2回とも。ネイルサロン行ったことある？ない。自前。これは RMK。 ヌル様って来た。うん？リンちゃんやだって。リンちゃん。リンちゃん支援ありがとうだって。ありがとう。1位になりました。岡部凛、一緒に体痛めてたよねだって。そう、凛ちゃんと一緒に体痛いねって言いながら頑張ってました。だから皆さん気をつけてください。ぜひ皆さん真面目にも楽しみにしていってくださいね。私はそう、なんかね、今回の真面目にはヌル様がもうああなっちゃった、ああなっちゃってこうなっちゃったで、私はもうそうなっちゃったって感じなので、ぜひ楽しみに。タウちゃんしかヌルだって。わタウゼントもね、もうヌル様しかなので、そのヌルタウのどういうシーンがあるのか、楽しみに、ぜひお楽しみに。でも時系列的には前回の舞台よりも前なので、そう、なんかみんな予習してこないと、なんか世界観わかんないのかなっていう感じかもしれないかな。うん、そうだから時系列が あみたいな、そう見てる途中にそうなっちゃうとね、もうこんがらがっちゃうから、そうなんか、そう前回の舞台のよりも時系列がちょっと前ですって、そう思ってくれてたらいいかな。うん、
回も感激するしかないんだと。今ねまさにちょうどなんか新しくまたまじむり学園のチケットが発売販売中予約受付中になったから、ぜひまたって何回も見たいなとかって思う方はぜひ見てください、見てくださいってか、ぜひチケットチェックよろしくお願いします。プレイガイド、プレイガイド抽選中、そうプレイガイドで今やってるので、お稽古楽しい、だって楽しい。なんか前回は結構久しぶりの舞台だったからなんか緊張してたし、演技ってどういう感じだったっけみたいな感じだったし、なんか寒かったからあんまりなんか稽古もすごい毎回毎回すごい緊張してたけど、今回はなんか全然緊張しない、なんかリラックスしてできる。やっぱね舞台はやっぱ夏にやる方が私はなんか気合が入ります。ぬる様、先民になりたいので裏切りました。裏切っちゃったんですよねぬる様はね。りんちゃん今夜の夜バケットで宣伝するのかな。あ、そうりんちゃん今日は夜はテレビに出るから皆さん見てください。そう、私舞台はマジで夏、やっぱ夏なんですよね。夏にやんなきゃ、そうなんか夏にやるのがね私はちょっとぴったり。舞台は夜バケット、日テレ、日テレ見てください。日テレさん、夏が苦手なぬる様ではぬる様のコート自体がもう夏じゃないですよね。もうあれはでぬる様さ、あのコート着てたらさめっちゃ秋とか冬なのに脱いだ瞬間マジで夏季節感でもどっちもいけるね。私は秋って感じ、秋ぐらいの服装。暑いよ助けて、だってぬる様のコートあれやばそう、てか重そうめっちゃ。今度こそタウゼントの現衣装でのグッズがゲットできる。あ、確かに確かにそうだよね。前回の舞台は舞台中は今のなんかかっこいい系の衣装だったけど、なんかグッズとかは可愛い方のなんかロリーとゴスロリ系の衣装だったから、初めてグッズにあの親衛隊隊長の衣装の方でパンフレットとかグッズになるから嬉しい。私もうほんと新しい衣装の方が全然好き、マジで100倍ぐらい今の衣装の方が好きかな。俺は前のも好き。通行税で生徒会室にエアコン設置してもいい、だってぜひ設置してください。エアコンはねないともうダメです。もう地球温暖化が進みすぎてもう暑苦しいのでエアコンは必須です。てか稽古場が暑すぎて、稽古場も暑い。他のメンバーがタウゼント面白すぎて言ってた。誰だ、あやみんか。エアコン勢
エアコンクラファンするだってクラファン、ショールーム配信部屋の匂いが気になる。あー、あれもうでもあそこの場所はもう行かなくなったから、もうあそこにの匂いを嗅ぐことはないです。もう稽古場変わったから。吉橋ゆずかちゃんがえりちゃんのお家で帰りたいに元気もらったらしいゆずこい、なんかね稽古あったんですけど、昨日なんかみんなでなんかまああのマジムリ学園の演出家さん丸尾さんって方なんですけど、その方がなんか自分の気持ちの中だけのセリフ、なんか1対1のセリフ、1対全員のセリフ、なんかあと1対もうその空間全ての人たちへのセリフっていう、なんか訓練みたいな、訓練っていうかそういうなんかお勉強みたいなのを、まあ、毎回してくれるんですよ、あのマジムリ学園の舞台があるときに。そのなんか自分の気持ち、セリフの言い方とか感情の込め方とかをやるやつがあったんですけど、お稽古で。そうで、なんかそうでその時になんか丸尾さんに自分の今の気持ちを言おうみたいな、自分の今の気持ちでやってみようって言われて、そうで私は本当にマジで昨日だったからもう眠すぎて、なんかドボンもあるし、もうドボンで12時までやって、でそっから1時間ぐらいなんかぼーっとして寝れなくて、で朝もう早起きしてって、そうであったしでそうでその時本当マジで眠くて早く寝たい、稽古、そなんか稽古もうあいつやる気ないとかじゃなくて、もう本当に素直に、じゃ自分の気持ちでいいって言われたから、丸尾さんが今の自分の気持ちって言われたから、はいって言った、私早く家に帰って眠りたいっていうセリフで言ったんですそうもう本当マジ本質、なんか稽古はすごくまあやる気満々ですけど、心は家に帰って眠りたいってやった。そう家に帰って眠りたいって言った。うん、そうでも嘘つけないからそうやる気はあるんですよ本当に。みんなの反応はいやもう覚えてない、もう本当眠い、なんかでも本当にでもなんか若干大喜利みたいなとこあったんですよ、なんかみんななんかそういう感じでなんか好きな食べ物とか言ってる人は、りんちゃんはキュウリ、私キュウリが好きみたいに言ってて、そうりんちゃんでも本当にキュウリ好きだけど、そう丸尾さんに知らんがなって突っ込まれててね、めっちゃ面白かったんだけど、ユーリーさんはツルトンタンが食べたいとかって言ってたり、かおりちゃんはメロンクリームソーダ飲みに行きたいとかって言ってたりで、なんかみんなすごい笑いなんか取ってたから、まあ別にガチじゃなんかそんなねガチっぽくちょっと大喜利要素あったから、その時もう私もまあ本心で、そう私のキュウリバカにされたらってね、なんかそうキュウリにね対してめっちゃ当たり強かったよね丸尾さん。そうキュウリ昔からりんちゃんキュウリ好きなのにそうなんか大喜利だったんです、あれはしょうがない、うん、参加したかった、だって、でもね演技って難しい、でもそういうことをさいっぱいやってってね、人前で大きい声で喋るってことに慣れていくのが本当に大事だなって思う。一番最初の私マジスカ学園の舞台に出た時はマジで声が小さいって
まで100回ぐらい言われた。演出家の方に声が小さい、届かない、もう一回みたいな。そう、今はめっちゃ、まあ、声大きい声出せるけど、1回目の舞台の時本当にマジで声がね、本当にね、大きい声が出してるつもりでもさ全然出てないみたいな。そうそう、だからあの頃に比べたらやっぱこういう経験をいっぱいしてって成長したかなと思います。今はうるさいよ、うるさい、お稽古頑張ってね。だってありがとうございますね。ドラムがあるらしい。ドラムどんな感じになるんだろう。舞台だけを楽しみに生きる、嬉しい。でも舞台もね、もう1ヶ月後にはもう終わりかけですよね。それもびっくりなんですけど、あっという間すぎて楽しみ。ね、7月も終わりますし、皆さん今年の夏も暑さに負けずに楽しんでいきましょう。イエーイ。やばい、ニキビできた。治れ。ニキビできた。これではね、じゃあ今日の配信は終わりたいと。嬉しいです。今日はねゆっくり寝たいと思います。皆さんもゆっくり寝てください。では、あ、最後におランキングだ。おランキング読みます。いきます。13位ボマ、12位ジャンアット群馬ニアおだし、11位、あ、変わっちゃった、もう一回いきます。13位ごめん先生、12位マーアットおだし、11位聖火、10位ジャンアット群馬ニアおだし、9位好きアットおだし、8位ボマ、7位東京のスワン、6位サンサーラ、5位オガくん、4位ひとくまさとる、3位ミヤちゃん、2位マッカーシーアットおだし、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。では皆さんまた明日の配信でお会いしましょう。今日はもうね、寝ましょう。では皆さん本当にありがとうございました。ではまた、バイバーイ。